今回新発売いたしましたのが 1.7D という超極細のファイバー CCD カメラ F01 という商品のご紹介です。これが F01、 見ていただいたら分かりますけれども、非常に極細でございまして、この長さが20センチ、今までは工業用の内視鏡としては 9.8 ミリのカメラ、あるいは 9.8 ミリの有線式カメラが標準でもございましたけれども、今後新発売いたしましたのは 1.7 ミリと超極細で高機動の LED を使っております。充電のやり方というのは、ここに印がございますので、それをポジョと2時間充電でございます。オンにしていただいたらこのように光ります。これで、接写して、字をこういう細かいところを見ていただけると、ここにハードディスク HD2、をご用意されていただきました。これはいろいろと、ハードディスクとか受信だけのトランスミッターだけでいいわけですけれども、特にまあこれがいいんじゃないかという相性の問題で HD の2を推薦されていただきました。このように、当てていただいたら、ちょっとカメラ見づらいと思うんですけど、この字がこう見えてまいりますね。これがクリッときれいに見えてきますけれども、この見えてるというの大きさっていうのは非常に大きくこういうふうに見えてまいります。これをですね、ここにハードディスクを入れて見ていただけると、お手モニターにつないでいただけるということなんですけれども、これをパソコン上で編集したいという場合は、ビデオピクチャー。これをこっちのですね、AV 端子の方にこう挿していただきまして、このパソコンのこの AV のビデオキャプチャーでさせていただいて、これを USB でパソコンに入れていただくと。で、そこへ、もちろん入れていただいたら映るんですけども、ソフトというのは必ず必要なんですね。キャプチャーケーブルドライバー41万画素で、それを映していただくためのインストールしていたらですね、あとはですね、ソフトで編集、これを編集ソフト、こういうふうに、アイテムを増やされていただきました。これからいろんなところでいろんな分野で使っていただけると思います。ぜひこの極細 1.7mm CCD カメラを一度使ってみてはいかがでしょうか。